こんにちは今新しい料理を考えてるんだ安心して決して変なものじゃないからおはよう朝ごはんは食べたしっかり栄養を補給しないと冒険で力が出なくなっちゃうよおやすみ 明日はあなたの好きな料理を用意するからうんだいぶ住み心地がいいよそれにここには新鮮で面白くて見たことのないものがたくさんあるしでも食材は足りないかなきっと満足のいく料理を作ってみせるよ 食材同士の組み合わせを変えればどんな味だって作り出せるだからあたしの考えた料理もいろいろと試せると思うんだそれでね試食後にあなたの感想を聞かせてくれたら嬉しいなやったー本当にいいのじゃあ今から始めるね 時間じゃないしコンロも使ってないから大丈夫うん私にとって料理を作るのって本当に楽しいことだから特に食べてくれた人の笑顔を見た時はそれだけで作った甲斐があったなって思うんだそれに高級な食材とか木をてらったものは使ってないの私自身の方法で 食材に対して最高の敬意を払う私のお客さんもそれを願ってるし満足してくれてるんだでも時々悩むことがあるのそれもあるけど料理とは関係ないことでね私が悩んでるのはお客さんたちが会話に夢中になって料理が冷めちゃうことなんだ。 もちろんそれはお客さんの自由だし私も干渉するつもりはないよでも温め直した料理って味にも影響が出るからでしょでしょやっぱりあなたなら分かってくれると思ったんだ <laughs> あなたに言ったからか少し気が楽になったようん <laughs> そうだよね やっぱり気にしない方がいいのかな <laughs> あなたに言ったからか少し気が楽になったよあなたと一緒に冒険したいうん確かにそうだねでもこれが私の一番やりたいことに変わりはないのあなたと一緒に未知の冒険がしたい 平和と大陸の食材を集めて美味しい料理をあなたに食べさせたいやっぱりどれも私にとって一番幸せなことだと思うんだどどうしたのあなんで何も言わないの嫌ってことべ別に料理に変な調味料を入れたりしないからそれに何か試したいものができた時は 真っ先にあなたの意見を聞くよああと野外にいるときはあなたの足を引っ張らない厄介な敵に遭遇してもいち早く逃げるからよかったびっくりしたよいやよかったよかったとにかく私はもっとすごくなるから料理だけじゃなくて他のことでもね あなたの笑顔のために試食も冒険のうちに入ってるよあなたと一緒に未知の冒険がしたいテイワット大陸の食材を集めておいしい料理をあなたに食べさせたいやっぱりどれも私にとって一番幸せなことだと思うんだどどうしたの 何で何も言わないの嫌ってことあべ別に料理に変な調味料を入れたりしないからそれに何か試したいものができた時は真っ先にあなたの意見を聞くよああと野外にいる時はあなたの足を引っ張らない厄介な敵に遭遇してもいち早く逃げるからえ そうなのいやよかったよかったとにかく私はもっとすごくなるから料理だけじゃなくて他のことでもねあなたの笑顔のために